ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。もう人類の科学力も、なかなかのものになってるし、太陽系には、もう新しい惑星なんてないよね。何言ってんだよ。まだ人類は、太陽系を完全に網羅しているわけじゃないんだぜ。嘘だー。人工衛星も、太陽系外に行く時代なんだし、もう太陽系なんて楽勝でしょ。近年で、新たに全身ピンクの惑星が見つかっても、そう言えるかな？何それ？知らないようだな。じゃあ今回は、ピンク色の天体、ファーアウトについて解説するぜ。それじゃあゆっくりしていってね。ピンク色って何さ？そんな天体ありえるの？ありえるから今回の題材なんだって。ってなことで始めるけど、まず太陽系の広さってわかってるか？うん。冥王星くらいまでなんじゃないの？全然違う。てか、もっと遠方に惑星があるし、実際見つかってるだろう。そうじゃなくて、定義としては、太陽の周りを回る天体や、物質すべての集団を指すんだよ。ああ、太陽を公転してれば、それは太陽系ってことだね。確かにそりゃそうか。となると、よく聞く惑星とかだけじゃなくって、小惑星とかも含まれるってことになるよね。だな。じゃあ具体的に、太陽系はどこまで広がってるのかが気になるところだろう。そうそう。太陽系の果てとかいう単語は聞くけど、明確に、どこが境目なのかがわかんないんだよね。まだ、暫定の情報だけど、だいたい100天文単位と言われているかな。なんで、なんかキリのいい数字でごまかしてない？なわけないだろ。まず太陽から吹き出す太陽風ってあるだろ？それは天体の間を通り抜けて、外側にまで届く。そんで、太陽は秒速、220km くらいで銀河系の中心を回っていて、それにより噴出した太陽風が、星間ガスと衝突して、衝撃波を形成し、行き止まりになるんだ。それが大体100天文単位ってことさ。でもさ、それより向こうにも何かあるかもしれないじゃん。ああ。実際、それ以上外側にも何かあると、今の時点で判明している。水星が参考資料ってところかな？水星？そんなの、どっかの銀河の彼方から、長い時間かけて飛んできたんじゃないの？ちょいちょい来てるんだぞ。そんなのが、遥か遠い別の銀河から飛んできたって思う方が不自然だろ。太陽系の外側にはな、球状の雲のように小惑星やら、隕石やらが分布していると考えられる。オールトの雲？っていうのがあるらしいんだが、それもどの程度の広さなのかはわかってない。へぇ？で、それも太陽系なのかな？日本学術会議による、2007年4月9日の対外報告では、オールトの雲はまだその存在が確認されていないため、現在のところ、明確に太陽系外縁天体に含まれるものではないが、将来的には、外縁天体の延長とみなされるようになるだろう、と述べられているな。つまり、多分太陽系。そのオールトの雲とやらの広さは、どんなもんなの？10万天文単位の間に広がってるとされているな。わかりやすく言うと 1.58 光年。とにかくめちゃ広いんだね。太陽系って、100天文単位どころじゃないよ。ちなみにそれよりも外側は？それより太陽系から離れると、とりあえずは太陽系のものはない、と考えられているぞ。了解。とりあえず太陽系のサイズは、ぼんやりとわかったような気がするような感じ？なんで最後疑問系なんだよ。ま、太陽系の話もひとしおだ。そろそろ本題に入るとしよう。これは2018年の話だ。11月に、これまで太陽系で発見されたものとしては、最も遠くにあるとされる天体が、新たに発見された。太陽系内で、地球と太陽の距離の、100倍以上も離れた場所にあるそうだ。冥王星よりも遠いってこと？全然遠い。てか冥王星好きだな。そんで、その発見された天体がピンク色で、関係者をざわつかせてるんだ。ピンクね。一体どういう天体なの？じゃあそこに触れよう。天体名は 2018VG18。太陽系の外縁部を公転している太陽系外縁天体で、2018年に、スバル望遠鏡を用いて観測を行った、カーネギー研究所の観測チームによって発見された。なお観測チームにより、ファーアウト、という愛称が用いられているそうだ。ファーアウトか。でもさ、めちゃ遠いって話だけど、よくそんなの見つけられたね。発表までの経緯だが、2018年11月10日に、ハワイのマウナケア山にある、スバル望遠鏡による観測で発見。同年12月17日に、観測結果が発表されたって流れだな。ふむふむ。天体の概要とかはわかってるの？
現在わかっている範囲で、まず軌道長半径は 95.2 天文単位で、太陽の周りを929年半かけて公転してる。929年、太陽一周するのに、1000年近くかかるの？そうみたいだな。だが他にも特筆すべき点があって、どうにもこの天体はめっちゃ楕円軌道なんだよ。楕円軌道って言うと、冥王星みたいな公転するやつ？今回で、冥王星って単語3回も出てるぞ。まあ合ってるんだけど、その初位で最も太陽に近づくタイミング。つまり近日点では、天王星軌道の少し外側ってレベルにまで近づいてくるんだよ。一番遠い距離だと ?168 天文単位。252億キロメートルだよ。あ、そうそう。それそれ。天文単位とかピンとこないよ。で、参考に冥王星までは何キロメートル？地球から冥王星までは、約49億キロメートルだ。そんでまた冥王星か。5倍？地球から冥王星の距離の、5倍も離れた場所にいるの？太陽から一番遠い軌道でな。信じられないくらい遠いだろ？さっき言ってた、太陽系暫定の果て、100天文単位に迫ってるじゃん。あ、言っておくけど、95.2 天文単位は軌道長半径であって、発見されたのは、120天文単位あたりだぞ。超えてた。このことから、これまで太陽系で一番遠くにあるとされていた、準惑星エリスの、さらに向こうにあることになるな。そういや、そんなのあったね。ちなみにエリスまでの距離は ?96 天文単位。あ、それでも結構いい距離にあるんだな。それよりもファーアウトは遠いってことか。壮大すぎてちょっとぼんやりしちゃうね。そんで天体の素性は？そこも聞いておきたいな。OK。じゃあ天体に関する情報だけど、まず大きさは直径 500km 程度の準惑星と考えられている。結構大きいんだね。エリスとかにしても、そこそこ大きい天体があるから、太陽系外縁天体は侮れないな。確かに大きめだな。2015年に、同じくスバル望遠鏡の観測によって発見された、太陽系外縁天体、V774104 と同等の大きさだと言えるだろう。なお天体の形状はよくある球状だ。ふむ。でもやっぱり気になるのは、ピンクってところだね。実のところ、そこまで珍しい天体じゃないんだ。なぜならこのピンクは、氷を含む天体に多く見られていて、このファーアウトもおそらく、氷がかなり多くあるのだろうと考えられているからな。そこまで珍しいってわけじゃないんだ。人類からすれば、ピンク色の天体とかロマンなんだけどね。そんで一つ思ったんだけど、言っちゃっていい？うん。なんだよもったいぶって。なんかすごいことに気づいたとか？まあね。このファーアウトの正体だよ。私は気づいちゃったね。ま、一応聞いておこうか。期待してないな。まあいいか。で、このファーアウトってあの、惑星 X とか、プラネット9じゃない？違う。一言？ちょっと、惑星 X と、プラネット9にも触れてみよう。まずは惑星 X からにしようか。確か当時、10番目の惑星かもってことで X なんだよね。冥王星が格下げされたから9番目だけど。それは俗説だ。最初は9番目の惑星として、1930年の冥王星発見以降は、第10惑星として主張されてきたが、この X というのは、あくまでも、未確認を意味するアルファベットって意味の X なんだよ。あ、そうなんだ。FF10 の方じゃなくて、Mr. X の方なのか。意外とその表現はわかりやすいな。で、この惑星 X がどういうものかってことについてなんだが、海王星よりも遠い軌道を公転していると仮定される、惑星サイズの天体を指しているんだ。でもまだ発見には至ってない、と、あるかもしれない、って話でいいんだよね。だからファーアウトって、まさに惑星 X なんじゃないかなって思ったんだけど、惑星 X がなんで浮上したかって、天王星と海王星の公転運動に、理論との矛盾が見られたためなんだ。なんかそれだと、太陽系の惑星の矛盾とかを説明するために、惑星 X があると都合がいいって感じだよ。そこについては反論できないな。軌道運動の観測結果と、理論計算との間にあった矛盾を説明するものとして、その存在が浮上したと言っても過言じゃないからな。ま、宇宙でよくある後付け理論みたいな感じだね。でもさ、海王星の軌道動向については、冥王星があるから説明がつくんじゃないの？結構以前の話みたいだし、まだ解決してないの？解決してないから、未だ惑星 X の存在については議論されてるんだ。それに、冥王星が小さすぎるんだよ。
あ、質量が足りないのか。うん、だとするとファーアウトも、足りないな。太陽系内にある惑星たちの軌道運動の矛盾を、解決するには至らないのさ。だから、違うのか。なるほどね。でもさ、惑星 X がないと説明できないんでしょ？どうなるの？存在の是非はちょっと難しいな。宇宙探査機パイオニア10号、11号、ボイジャー1号、2号などの軌道から、太陽系内にある、未発見の大きな惑星の重力を考えなくてはならないような誤差は、検出されなかったんだ。え？それじゃあ惑星 X なんていらないじゃん。かといって、2015年の、ハロウィーンの季節に初めて観測された、ゴブリンの異名を持つ。2015TG387 の発見により、細かい内容ははしょらせてもらうけど、惑星 X が実在する確率は、なんと、9割近くになるとまで言われているし。ま、要するに今もなおてんやわんやだ。むう？謎が謎を呼ぶ。で、プラネット9は？これこそファーアウトでしょ。プラネット9っていうのは、太陽系外縁に存在すると提唱されている大型の天体。その中でも、天王星型惑星となるんだけど、その仮称だ。この時点でファーアウトは異なるだろう。あらや。概要も、現時点でわかっている、ファーアウトの概要からも大きく外れる。まだ憶測の範疇だけど、それは大きさとか軌道とかってこと？そうそう。この仮説上の天体は、質量が地球の10倍程度、直径は、地球の2から4倍程度と予測されていて、楕円軌道で、太陽を1万から2万年かけて公転していると考えられているんだ。そういや、いつぞやの動画でも取り扱ってたね。思い出したか？気になる人は、今すぐ過去動画をチェックだ。そんな宣伝いらないよ。ああ、そういやプラネット9も観測報告とかはないの？ない。2018年の時点では、プラネット9と思われる天体の、観測報告はされていない。だけど、太陽系の外縁部に、海王星サイズの天体が存在する可能性は、今のところ否定されてないって感じかな。その他、木星や土星によって、外へと弾き出された、仮説上の第5巨大惑星だとか、別の恒星の周りにあった惑星を捕獲したんじゃないかとか、自由浮遊惑星を捕獲したかもしれないとか、遠方の軌道で形成された後に、太陽系の近くを通過した恒星の影響で軌道に引っ張られたなどなど、いろいろ仮説があるってことは、そんだけ何もわかってないってことだね。そういうことだ。少なくとも、発見されたファーアウトとは、憶測でも特徴が違いすぎるし、プラネット9と、ファーアウトを結びつけるような論文なども存在しない。そっか。じゃあ特に関係はないってことだね。そうでもなかったりする。惑星 X やプラネット9の重力が、ファーアウトに影響を与えていないかなどを、確かめようとする動きがあるんだよ。つまりは先の、海王星との関係があるんじゃないかって話。惑星に干渉するくらいなんだから、近いところにあるファーアウトにも影響があるのは自然だよね。じゃあさ、そこが分かったら惑星 X とかの存在も、立証されるかもしれないよね。まあな。ただし、先にも話したけどファーアウトは、公転周期がガチでやべえ長さである上に、他の太陽系内の天体に比べるとゆっくりだから、その軌道が確認されるまでは時間がかかるだろう。あ、そっか。ちょっともどかしいな。それにしても、純惑星一つでいろいろわかる可能性があるんだね。ああ、宇宙ジャドの発見も、また別の新発見につながる要素があるからな。それ単体がすごい発見ってのもあるけど、多くはマリサの言う感じの流れになるよね。私もそう思う。さあ、今度はどんな新発見につながるのか。続報を待て。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録、高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。